皆さんこんにちは。これはデスマーチ後の私、ジャパンサイファイのラフィーです。ついに公開された水星の魔女第22話。22話の争点となるのは、エリクトに関する話、そしてキャリバーンの話。結論から話すと、今回クワイエットゼロによってエリクトの実体化に成功したと言える。そう考えています。そしてなぜスレッタはスコア5を乗り越えることができたのか？この理由は、エリクトの遺伝子を受け継いでいるというだけではないです。そのヒントをプロローグのルブリスが提供してくれてました。他にもスレッタの驚きのテクや、ガンドノードの戦術など、この動画ではこれらをすべて細かすぎるほど解説考察していきます。さらに、今回もコマ送り芸人全力で小ネタを大量に見つけてきました。これさえ見れば本編をもう一度見返したくなるはず。それでは本編が2222倍楽しめる細かすぎる解説考察していきましょう。さすがに今日はフェルシーについてたくさん語っても許されますよね。許されます。いきます。22話の神シーンはどこなのか？頭が爆発したボサボサ可愛いミオシャなのか？スレミオか？キャリバーンの神テクか？いいえ、フェルシーのパーソナルスペースが極端に小さくなったことです。フェルシーはベネリットグループフロントに向かうスレッタたちに、ついていきたくて懇願します。オジェロにお願いするときのいいじゃん可愛すぎですね。私は今までの数倍強く言いたい。オジェロ、そこ変われ。そしてグループフロントに到着すると、そこにはグエルがいました。グエルの言いつけを破ったため負い目を感じていたフェルシーは、スレッタの影に隠れます。この怯えたフェルシーも可愛いです。ところでこのシーン、1話のペトラに隠れるスレッタの対比なのだと考えられますね。感慨深い。さてスレッタにさらに強く言いたい。スレッタ、そこ変わらなくていいし、私を挟ませなくてもいいから、あと3時間ぐらいフェルシー尽くしのシーンください。お次はクワイエットゼロに搭載されたモビルスーツの話。今回、キャリバーンがクワイエットゼロに侵入した際、ガンドノードとは別のモビルアーマーのようなものがいたのに気づきましたか？これ、実はガンドノードの追加武装です。どうやらガンドノードにはリガジのようなバックウェポンシステムが装備可能なようで、これを使用する際は、高速戦闘とガンビットの使用が可能になるようです。ガンビットは4つ搭載されており、エアリアルのビットと比較するとビーム線が太いように見えるので、数が少ない分出力が高くなっていると考えられます。また戦闘スタイルもエアリアルと異なります。エアリアルはガンビットを使用する際、ガンビットを多方向に展開し、機体の弱点を狙い撃ちすることが多いです。しかし、ガンドノードの場合、1箇所から集中砲火を浴びせるスタイルになっており、ピンポイントに狙うというより、機体の火力を押し付けるようなスタイルであることがわかります。これは、ガンビットの出力と戦術が関係しているとは考えられますが、どちらかというと、完成システムから遠くなっており、あまり有機的なパターンを組みにくいということも考えられます。ガンドノードのガンビットはエリクトがエアリアルに乗って、大量のガンドノードから出る、ガンビットを制御するイメージになります。そのため細かい動きができないのも頷けます。何よりガンドノードのシェルユニットは太い線で書かれているため、ノード側でもあまり複雑に動かせない、というのも起因していると考えられます。他にも隠し腕を装備しているようで、4本のサーベルで戦う姿も確認できました。ちなみにガンドノードの BWS は尖っている方ではなく、鈍角になっている方が機種です。ついにその姿を現したキャリバーン。真っ白のそのガンダムは回収前のエアリアルらしさもありつつ、よりシンプルで、ある意味今までのガンダムらしい見た目であるとも言えます。とりあえずかっこいい。このキャリバーン、22話のシーンを見る限り、搭載武装は大型のライフルとサーベル2本というとても簡素な装備ですが、やはり気になるのはその大型ライフルですよね。このライフル、重傷の後ろに大型のスラスターを搭載しており、高速起動を行う際はこれを開くことで展開し、さらに高起動化でき、戦地に突貫することが可能なようです。この見た目何なんだろうと思ったんですが、魔女の放棄をモチーフにしてそうですよね。これを用いて移動するところも近いと感じました。威力も申し分なく、戦闘用の出力としてガンドノードを一発で沈めるだけの火力があるとわかります。またこのビームライフルは弾を撃つ、というよりかは、一つの線を引くが近いようで、いわゆる巻き音などで言われるゲロビという種類に近いと考えられます。あとは、単純に今回のスレッタ、機体の操縦センスめちゃヤバでしたよね。以降はスレッタテクにて講述します。お次はグエル VS スレッタのフェンシング。サクッと始まってサクッと終わった決闘でしたが、スレッタはなぜ勝てたのか？これはシンプルにグエルが手加減していた、というのもあるはずですが、それにしてもスレッタはよく動けていたように見受けられます。そもそもスレッタは学園でフェンシングを履修していたのでしょうか？やはりスレッタはサイボーグで、グエルも実は本気で戦ったから死なずに済んだ。という冗談は置いておいて、専門的なスポーツを行う場合、素の運動神経とは別のコツなどが必要であることが多いです。もしスレッタがフェンシング未履修だった場合、
感覚のみで体を動かしてグエルに肉薄したのだと推察することができます。すなわち何が言いたいかというと、スレッタはニュータイプのような感覚が研ぎ澄まされるような覚醒が進んでいる可能性があるということです。大昔、体を使う技はニュータイプといえども訓練をしなければと大風呂敷を広げて、素人に負けた少佐がいました。この時赤い人が負けた理由として、訓練された優れた技術を、超人的な感覚が上回ったという点があると考えています。そのためスレッタにもそのような超感覚が研ぎ澄まされ始めている可能性が、1ミクロンくらいはあるのではないかという考察でした。今回22話では今まで出てこなかった激ムズな用語が頻発していました。ここでデータストームを起こした考察人士も少なくないはずです。私はスレッタの3倍くらい息切れしました。特に難しかったものを一つずつ見ていきましょう。まず一つ目はクワイエットゼロに向かう議会連合の艦隊で話された用語、ローレンツ翼。劇中では巨大なローレンツ翼を検出と言っていました。この言葉が理解できると、なぜヤリアルやクワイエットゼロはビーム兵器を止めることができるのか、それが今までより納得できるはずです。ではローレンツ翼とは一体何なのか？ウィキペディア、ローレンツ翼によると、ローレンツ翼注訳は、電磁場中で運動する過電粒子が受ける力のことである。以下略だそうです。これはつまり噛み砕くと刃は世界を救うやめましょう。つまり電荷を帯びている粒子は磁場等の影響を受けるということです。ビーム兵器のことを過電粒子砲なんて呼び方をすることがあります。劇中、ローレンツ翼という用語が話されたシーンは、議会連合の艦船が放ったビーム兵器をクワイエットゼロに防がれた際でした。つまり今回のシーンから考えると、ビームなど過電粒子は磁場の影響でどこかに引っ張られたり、減衰することがあると。そして今回のクワイエットゼロのフィールドはパーメット粒子の濃度を高めることで、そのローレンツ翼を高めることでビームを減衰させ、止めることができたと考えることができます。ちなみに宇宙世紀に出てくるアイフィールド、これもミノフスキー粒子を用いて電荷や磁場の性質を利用し減衰させるようなイメージです。つまりガンドアームのフィールドも仕組み自体はアイフィールドに近いと解釈しても問題ないと考えます。立ち直ったミオリネはクワイエットゼロを止めるための策を考えます。その際 NTPS は？と言っていました。そしてケナンジが用意はしましたが、本気ですか？と言っていました。文脈から察するに NTPS とは出撃した際に登場した、小型のカプセル艇のことだと考えられます。おそらく、何が何でも、止めるよ、プロスペラシップの訳です。嘘です。ちなみに NTP サーバーという言葉があり、これは NTPS と訳すことができます。ウィキペディアネットワークタイムプロトコルによると、ネットワーク、タイム、プロトコルを多くの場合 NTP と訳し、そのサーバーを NTP サーバーと呼ぶようです。これは PC 同士やネットワークでの時刻を同期するためのプロトコルのようで、そのサーバーを NTP サーバーというようですね。該当する訳字は調べた中ではこれしか見つかりませんでしたが、さすがに NTP サーバーは関係ないんじゃないかと考えています。やはり何が何でも止めるよプロスペラの訳。さて次は戦闘シーンを見ていきましょう。今回の戦闘シーン、どう考えてもスレッタのテクがヤバすぎます。一つずつ見ていきましょう。今回の戦闘で私が一番驚いたのはスレッタの回避テク。スレッタは四方八方から集中砲火するガンドノードのビームを、すべて避けながらクワイエットゼロの深部に接近していきます。そしてただ回避するだけでなく、敵機の攻撃の合間にきちんと反撃をしています。この戦闘、何がすごいのか？スレッタはこの時一度も足を止めていません。一体多数の退治をする場合、足を止めるのは非常に危険です。もし一度でも動きを止めてしまえばキャリバーンは今頃スクラップだったはずです。そのため、スレッタは止まることなくライフルのスラスターを付加し続け、動きながらガンドノードに対応していたわけです。これが実現できたのはなぜか？大前提、先日の考察の通り、エリクトが手加減している説もありますが、何より、敵機の攻撃が通っていないエリアを見極めていること、そして攻撃が止むタイミングを見極めて攻撃しているというところが大きいと考えられます。キャリバーンの初撃を放つ際はガンドノードのライフルの攻撃のみで、ガンビットによる攻撃が比較的止んでいるように見えます。なぜならガンビットの攻撃は4本一斉射撃であるシーンが多いです。ガンビットの攻撃が止む理由、それはガンビットは定期的にエネルギー補給を行わなければならない武装だからです。例えばヤリアルもガス欠を起こさないために、定期的にビットオンフォームになることで、ガンビットのエネルギー補給を行っていました。スレッタはずっとガンビットを使用した戦闘を行っていたため、ガンビットの最大の弱点を知っており、ガンドノードの隙を突くことが可能であったと考えられます。また1対多数に慣れていたのは射撃戦での経験も大きかった可能性もありますね。そして動きつつ、スレッタは的確にガンドノードを仕留めていきます。この戦闘でスレッタが撃墜した数は見える限りで8機。もうエースパイロットの領域ですね。キャリバーンのライフルに撃目は前述の通り、照射型ビーム。つまりライフルというより巨大なサーベルのように見立てて攻撃し、射角を変えていくことで1発で合計3機のガンドノードを撃墜することができました。
これほど高出力のビームをコントロールしつつ、それを動きながら、さらに数機一遍に葬ったスレッタはもうニュータイプの領域です。すごすぎます。脳みそ何個ついてるんですか？アーマーユニットを装備したガンドノードとキャリバーンはつばぜり合いを行います。この時ガンドノードは4本のサーベルを展開させていますが、これを片手で対応し見事撃墜しています。しかしこれ、よく見るとサーベルで対応した他にすごいことが起きています。この時スレッタはつばぜり合いをしつつ、東部バルカンでアーマーユニットを破壊しているのです。そのため、ガンドノードはユニットをパージせざるを得なくなり、その隙に撃墜したわけです。またもう一つスレッタのすごい細かい気配りがあります。スレッタはつばぜり合いを行うとき、半身の状態で対応しています。これはなぜなのか？普通に考えれば、正面から向き合った方が、押し合いする方がパワーが加わりやすいはずです。横を向いてしまったら、ブーストのベクトルがずれてしまいます。ではなぜスレッタはこの時半身でつばぜり合いを行ったのでしょうか？これはライフルを保護するためだったと考えられます。スレッタは単身ガンドノードまみれに突入しています。そして武装はサーベル2本と大型のライフルのみです。ライフルを破壊されてしまったら、キャリバーンの戦力の8割を失ってしまう。と言って過言ではありません。このつばぜり合いの際、ガンドノードは左手側のサーベルを持て余しています。この時キャリバーンが正面から向き合っていれば、長いライフルは簡単に損傷してしまいます。しかしキャリバーンが半身で対応しているので、ライフルにギリギリサーベルが届かないようにしていたのです。これすごすぎますよね。スレッタ、思ったよりアムロレベルの戦闘強なのかもしれません。何より、皆さん思い出してください。この戦闘、モビルスーツを乗り換えての初戦です。さらにエアリアルを取り上げられてから、しばらく戦闘行動にブランクがあった状態だったわけです。にもかかわらずこの戦果なわけですから、別世界の天パ先生も戦慄していることでしょう。さて、今回の第22話、クライマックスの情報量がオーバーロードしていたわけですが、非常に重要な描写があります。それは、エリクトが空間化していたことです。エアリアルの頭部に出現したエリクト。今まで、スレッタがエリクトを視認できたのは、スレッタがエアリアルの中に座り、物理的に機体と繋がっていた時のみです。それはエリクトがスレッタに対してパーメットを通じて、ビジョンを見せたということで説明がつきます。しかし今回はどうでしょうか？エリクトはエアリアルの頭部付近に出現。スレッタとエリクトを繋ぐものはありません。唯一あるとしたらエリクトが展開しているスコア8のフィールドです。プロスペラの発言からスコア8とクワイエット0があればエリーは実体化できると発言しています。そして実際に限られた空間ではあるものの、エリクトは実体化。少なくとも空間に存在していることは間違いないでしょう。もし、スレッタが存在しない幻影を見ているのなら、第6話のエランのように浮いた幻影を見ているはずです。しかし、エリクトがエアリアルの頭部に出現していることからも、確かにこのエリクトは誰からも視認できる状態で存在しているのです。そしてこのシーンをよく見返すと、エリクトはクワイエットゼロのスコアをわざわざ上昇させています。戦闘を行うスコア4やスコア6ではなく、自ら実体化しスレッタと会話できるような、対話を行えるスコア8にわざわざ切り替えているのです。昨日の動画ではエリクトはスレッタに対して手加減していることや、パーメットで会話できるのにわざとスレッタに止めに来たと発言させていることからも、プロスペラを裏切る可能性が高いと考えてきました。そしてエリクトがわざと対話であるスコア8を選択していることからも、エリクトが裏切る可能性は高いと言えるでしょう。しかし一方で、この現象でプロスペラの夢の一部は実現できたと言っても良いでしょう。範囲は限定的であれエリクトは物理空間上に存在できている。このシーンは、プロスペラにとって夢が実現したシーンであったとも言えます。お次はキャリバーンとスレッタの関係を細かく見ていきましょう。スレッタがキャリバーンの起動実験を行った際、スレッタはデータストームに苦しみます。パーメットの輸入ポイントを増やすごとに、スレッタはよりデータストームの世界に引き込まれていきます。しかしスコアが5に達した時、データストームは少し落ち着き、シェルユニットの輝きが少し収まります。これはなぜなのか？可能性として考えられるのは、2つ。1つはスコアとデータストームの関係がダニ状になっているという説。すなわちスコアが1から3と上がるとデータストーム負荷が上がるが、そこから一定のラインを超えるとその負荷が下がっていく。そのラインがスコア4と5の境だったのではという可能性です。今まで5以上のスコアは劇中でエアリアルスレッタ以外が到達することはありませんでした。なぜなら生身の人間はスコア4の時点で致死量のデータストームを受けてしまうからです。そもそもプロローグでもそうでしたが、スコア3到達の時点で人間の寿命を極端に削ってしまいます。ナディムはスコア4に到達した時点で死亡しました。そのため、通常の心理として、スコア5を超えようとするという考え自体に至らないわけです。そのためある意味未開の地、しかし今回キャリバーンの起動実験によってスコア5に到達すると、データストーム負荷が緩和されるということが判明したという説です。シェルユニットの光が落ち着いた時、エランは何かに気づいた顔をしていました。これはスコア5を超えられれば、死なずにガンダムに乗れるかもと気づいた顔なのかもしれません。
これが一つ目。もう一つの可能性は、スコア5によってルブリス AI と繋がることができたという説。キャリバーンの内部設計はルブリスと非常に似ていると判断できます。特にコックピット、UI 周りは非常にルブリスに似ています。システムの OS はピンボケして隠されていますが、形的にバージョン 2.0 と書いてあるように見えます。2.0 はルブリスと同様の OS です。ガンドフォーマットシステムはスコアを上げるごとに、その意味合いが兵器からネットワーク接続に近くなっていきます。6は、エラン戦でエリクトの影を見つけたとき、おそらくこれはスコア5であるはずです。そのためスコア5に到達したことで、エアリアル内部のルブリス AI とパスが繋がったと考えました。ちなみに回収エアリアルにバージョン 2.0 が組み込まれていることは、19話で判明しています。ではパスが繋がったとして、スレッタのデータストームが緩和された理由は何なのか？それはキャリバーン AI とルブリス AI のパスが繋がったことで、スレッタに流れるはずだったデータストームの一部を、データストームネットワークを通してエリクトが受け負ったという可能性がある、という考えでした。裏付けにはなりませんが、スカイプなど、通話サービスの多くは、通話する相手とアプリのバージョンが揃っていないと行えないことが多いです。今回、キャリバーンとエアリアルも偶然バージョンが同じ、であるはず。なのでエアリアルとのつながりを持つことができたとも言えると考えます。さて、第22話の最大の謎。今回、デリングが目覚めました。一体なぜデリングは目覚めたのでしょうか？ここには絶対に気づかない史上最大の伏線がありました。そしてあるものを拡大しコマ送りするとその正体に気づきます。まず、皆さんカレンダーをコマ送りに、家コマめくりしてください。そして、放映日6月18日を拡大してください。さて何の日でしょうか？そう、父の日だからです。デリングは父の日だから目覚めたのです。QED、また会いましょう。緩和9台、今回大活躍したキャリバーン。よく見ると様々な特殊機構が搭載されていることがわかります。まず、キャリバーンの持つ砲機に相当する部分。これを裏側から見ると、そこには絵のようなものがあります。これはおそらく実体験のような兵装が引き抜かれると想定できます。そしてキャリバーンの背面や肩にはエアリアルやルブリスと同じ黒いスリットが存在します。これはビットを合体することができるポートですね。つまりキャリバーンの隠された機能はおそらく2つあると考えられます。1つは、砲機型メガビームランチャーが分離しビットとなって、機体の各所に装備される可能性があるということ。この場合、ルブリスやエアリアルはビットがシールドを構成していたので、キャリバーンはビットが攻撃兵器を構成するという攻撃型の武装が重視されていると考えられます。そして2つ目は、キャリバーンがエアリアルのビットを乗っ取るということ。エリクトはエアリアルに囚われているため、エリクトは逃げられないものの、エリクトの手足となるリプリチャイルドたち、すなわちビットたちはスレッタに預けることはできる可能性が高い。つまりエアリアルのビットを装備するキャリバーンが見れるかもしれないということです。つまりラスボスはプロスペラ登場エアリアルで、エアリアルビットをまとったキャリバーンがエアリアルと戦う、という展開が予想できますね。ここから、少し22話と少し離れた考察をしていきます。というのも、水星の魔女を考察するにあたって謎だったパーメットの語源、これがいまいちわからなかったのですが、もしかしてこれでは？という一つの答えにたどり着いたので見ていきます。パーメットとは何か？それは水星で採掘できるパーメットニウムという元素を取り出せる鉱物です。そしてその元素を使用することで、人体とデバイスをつなげるなど、工学における大きな進歩を促進したのだと考えられます。そしてこのパーメットを利用するガンド、そしてガンドアーム、人体とモビルスーツを接続することで人体に負荷がかかる代わりに、データストームの超密度ネットワークに接続することが可能になります。さてパーメットの語源ですが、結論から言うと私は仏教における原密が語源だと考えました。京都のお寺、六原密寺の公式サイトの言葉を引用すると、原密とは彼岸悟りの世界に至ることとあります。そして原密は日本語だと原密ですが、より原始仏教的な発音、サンスクリット語的にすると、パラミツ、パラミタ、表記揺れた数ありとなります。まず発音からさばくと、パーメットのスペルは P-E-R-M-E-T です。ここからイタリア語などのように R をきちんと発音すると、パラメト、パラミトのような発音に変化します。そのため原密と近い発音だと判断して良いと考えます。では次に意味合いの共通点を考察していきましょう。前述の通り、原密とは彼岸、悟りに至ることを言います。言い換えて渡る、悟りの世界に渡ることなわけです。ではパーメットはどうでしょうか？ガンダムはパーメットを介することで、エリクトのようにデータストームの世界という、生もしもない、ある意味究極の世界に至っています。そしてそれは物理的な意味合いで言えば、別の意味で彼岸、つまり死に渡ったと解釈することができます。というのも、日本で言うお彼岸の日にはお墓参りをします。エリクトも物理的には一度死亡しています。そういった双方のダブルミーニングでもそれは一致していると解釈しました。まとめるとパーメットの語源は原密であると解釈し、その理由としてサンスクリット語での発音の類似性と、Q
究極的な世界に渡るという意味合いが類似していることであると考えました。最後に細かすぎる小ネタ、コマ送りとズームと視力の低下を駆使して、探し出した細かすぎる小ネタを紹介します。細かすぎるとはいえ、重要な内容もあるので見ていきましょう。キャリバーンが登場した際、上から熱源体が現れ、回転しながらクワイエットゼロに突っ込んできました。これユニコーンガンダムの18話でバナージが、バンシーのルーンに突っ込むシーンのオマージュだと考えられます。よく見ると構図から動きまでそっくりなんですよね。これがキャリバーン。これがユニコーン。これがキャリバーン。これがユニコーン。似てますね。もう少し突き詰めるならゼータのアイキャッチシーン等から来ているモーションだと考えられますが、水星の魔女、今までもそうでしたが、歴代ガンダムへのリスペクトが凄まじいですね。大好きです。エラン5号が4号の真実を話していた場所。この場所よく見ると、6話決闘後、エラン4号とスレッタが待ち合わせしていたベンチだとわかります。6話決闘の後、スレッタは、エランの本当の名前や誕生日を聞かせてもらうはずでした。しかし4号は処分されてしまったので、その約束は叶うことがありませんでした。しかし5号から、同じ場所で、真実伝えられることで、その約束はある意味果たされたと捉えても良いと思います。視聴者は話の詳細もわかりませんし、シーンもちょっとだけでしたが、この数秒でとてもエモいことが起きているなんて、水星の魔女、息のレベルが行き過ぎています。息だけ前述したグエル VS スレッタのフェンシング。この時、おそらくファーストガンダムのフェンシングオマージュだと考えられます。しかし他にもオマージュが仕掛けられていると考えられます。それはスレッタが勝利した際のポーズ。このポーズ、ファーストガンダムのラストシューティングのオマージュ。もしくはバイル君のバイルの元に集えポーズのオマージュだと考えることができます。フェンシングがファーストオマージュなはずなので前者で正しいとは考えられますが、スレッタがアグニカカイエルの魂である可能性もビレゾンです。自分の登場機の名前を呼び続けるとことか似てますし、でもスレッタが、うっふ、バイルとか言ってたらちょっと。草バイル以上が水星の魔女第22話の細かすぎる解説考察でした。今回登場したガンドノードの追加ユニット。ついにアドステラの世界にモビルアーマーが登場して私は大興奮です。やはりモビルアーマーは最高ですね。しかも大好きなリガフィトシステムも似ていますし、これはガンプラの販売が楽しみです。さて、フェルシーの刃を分析しながら来週の放送まで待機しようと思います。皆さんは他にどんな小ネタを発見しましたか？これからストーリーはどのように展開するのか？ぜひ皆さんの考えをコメント欄で聞かせてください。このチャンネルでは水星の魔女本編をもっと深く楽しめる解説を毎週していきます。最新情報や重大伏線を見逃さないために、今のうちにチャンネル登録をお願いします。